広島駅ビルアッセ。広島駅ビルアッセ。広島駅ビルアッセは、広島県広島市南区にある、西日本旅客鉄道、JR 西日本広島駅駅ビルの専門店街、駅中である。この項目では、同じ事業会社が運営する、新幹線口にある、広島新幹線名店街も記述する。広島駅南口駅舎、地上7階。 地下1階建ての大半を占有する。1階改札口前のコンコース部分とその上空、2階の吹き抜け部分を除いて商業施設が並ぶ。地下1階と3階に改札口が設けられており、駅構内に直結している。1965年12月に現在の駅ビルに改築された時は広島駅ビルだったが、1999年4月に、 リニューアルされた時に、広島駅ビルアッセの愛称が付けられた。もともとは単独の法人、広島ステーションビル株式会社による運営だったが、2010年4月1日をもって、JR 西日本子会社の別の駅ビル、運営会社である、中国 SC 開発と合併し、現在は同社の運営となっている。 駅改札に隣接する1階2階の全店舗と3階のコインロッカー6階飲食店では、アイコか電子マネーを利用することができる。現在は他のフロアの一部店舗でも利用可能である。2006年から2008年3月中旬まで各フロアのリニューアルが段階的に行われた。主に女性をターゲットにしたフロア構成となっているが、1階2階は女性よりも 県内外からの観光客やサラリーマをターゲットにしたフロアとなっている。各店舗と呼べるものはないが、地下1階の大半を、ジワスーパーユアーズの都市型店舗、ユアーズリビーが占有する。また、飲食フロアが2階と6階に分かれているのが特徴で、2階、飲食店の過半数はお好み焼き専門店である。6階の一角には診療所、鹿、眼科があるほか、7階には、 マッサージルームが入居している。3階にあるスターバックスコーヒーは、アッセ改札口横にある立地を活かし、駅構内からの利用も可能となっており、実質的な駅中店舗でもある。ただし、アッセ側と駅構内側は仕切られているため、店内アッセ側と往来は不可である。注文口もアッ駅構内別にある。各フロアの構成は、以下の通り、 店舗の詳細については公式サイトのフロアガイドを参照のこと。1965年から1990年代には屋上遊園地、展望台浴場、映画館、ホテル、広島ステーションホテルなど当時のデパートに匹敵するほどの施設があった。1999年のアッセ改造によりすべてなくなり開いたスペースにはテナントが入居している。 1975年3月10日現在、山陽新幹線開業当時の各フロアの構成。広島ステーションシネマは、以前広島駅ビル3階にあった映画館。1998年の全面改装前に閉店した。末期の広島ステーションシネマで自主上映会を任されていた、溝野口徹が閉館後に横川シネマの支配人になって、 上映を継続している。広島ステーションホテルは、以前広島駅ビル5.6階にあったビジネスホテル。阪急ホテルチェーンが運営を行い、客室数は和室、洋室を合わせて計81室。レストラン、結婚式場、展望浴場、別経営などを整備していた。1998年の全面改装前に閉店した。 1975年3月10日の山陽新幹線開通に合わせて開業した。店舗は主に新幹線口の西側1階に集中し、2階に店舗を置く店もある。お土産や飲食店、書店、フィットネスセンターなど46店が出店している。広島駅新幹線口の改良工事に合わせ、2015年5月22日に増床・リニューアルした。 広島の名産、名品の発見、発信をコンセプトに、1階は飲食店を除く、店舗群をほぼ総入れ替えし、2階は、書店とカフェの複合型店舗となった。2013年に、広島電鉄の人事交代があり、建設が予定されている、同電鉄の新線、駅前大橋線の JR 広島駅、南口乗り入れについて、降下方式で乗り入れる方針に転換した。 それに伴い、乗り入れ先がアッセの2から3階部分となる予定であり、現状では部分的な建て替え工事は技術的にも困難であるということ、また JR の改札や駅を南北に貫く自由通路を建設中であるが、建て替えをしなかった場合それらと、広島電鉄新駅との接続にも証拠が必要であり、利便性がそがれること等から、JR 側はアッセについて、 全面建て替えを行う考えを示している。この際、この自由通路に人工地盤を設け、その東側に商業スペースを集約、増強する考えも示している。なお、JR 側は当初から広電信駅については交換案を指示している。広島市は JR 西日本や広島電鉄と協議を重ね、検討委員会や地元説明会を経て、 各所との話がまとまり、2014年9月2日に、広島駅、南口広場の再整備等にかかる基本方針を決定したと発表した。この方針では、平成30年代半ばの完成を目指して、広島電鉄がアッの敷地内に、路面電車の高架で乗り入れる計画としており、同時に、広島駅、南口広場の再整備を行うとしている。またこの基本方針では、 広島市と広島電鉄が路面電車インフラ部の整備を JR 西日本が広場自社所有部分上空を活用し広場の立体利用を前提とした駅ビル建て替え駅ビル内における不車空間の整備を行うと明記されている楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください